ナイナイミュージック拡大号で新刊。ナンバーアンダーラインアイがワンカメ賞でゴートを一挙披露。ナンバーアンダーラインアイが振りなしでゴートを披露、踊りの隙間なし。ナンバーアンダーラインアイの最新の出演について、ファンの皆さんからの熱い感想や喜びの声が多数寄せられています。この番組での彼らのパフォーマンスは、笑いと感動を与え。 ファンたちの心を掴んで話しませんでした。さて、私自身もコアな、めちゃイケ、ファンであり、彼らの番組への出演については、常に興奮を隠せません。岡村さん、岸くん、そしてその他のメンバーたちのキャラクターやパフォーマンスは、私たちの日常生活に明るい光を投げかけてくれます。この組み合わせでの番組出演は、まさにファンにとっての至福の時です。 それはまるで魔法のような瞬間だった。友人たちと一緒に笑いに包まれながらダンスで曲当てに挑戦した。このゲームは曲のビートに合わせて踊ることで曲のタイトルを当てるというものだ。笑い声が絶えない中、私たちはこの独特な挑戦に没頭した。リズムを感じながらワクワクする気持ちで踊る私たち。そう。 これこそが今夜のゴーと最高だった。その中で特に目を引いたのは、メンバーの一人が曲に合わせてダンスを披露し、他のメンバーがその曲名を当てるというゲームだった。笑い声が絶えず、場面ごとに流れる楽曲のジャンルも多様で、視聴者として飽きることなく楽しむことができた。番組の中では、メンバーたちが自然体で笑顔を見せながら、 ユーモア溢れるトークやおどけたパフォーマンスを繰り広げていた。彼らの間には何年もの絆が感じられ、それが視聴者にも伝わってきた。バズリズムでビートの速さを感じるように、私たちもこの瞬間の喜びを感じた。しかし、今夜のゴートはその質の高さで私たちを魅了した。驚きと楽しさが混じり合ったバラエティ部分は長い間楽しく、 可愛く、心地よかった。彼らが意図しているかどうかはわからないが、やはり彼らのバラエティ番組の力は強い。笑いが止まらない中、私は楽しい時間を過ごした。特に、白い衣装が眩しく輝き、私たちの心を奪った。やはり、騎士君は可愛い。彼の姿は、まるで光のように、私たちの心を満たした。 今日のゴートは楽しそうで最高だった。ナイナイさん、本当にありがとう。番組での彼らのエンターテインメントに触れた人々は、その面白さや楽しさに圧倒されています。ダンスパフォーマンスからバラエティまで、彼らの多彩な魅力が存分に発揮されています。また、彼らの番組における自然な笑顔や笑い声は、視聴者にも大きな喜びをもたらしています。 番組では彼らのダンスパフォーマンスにも注目が集まりました。その独自のスタイルやパフォーマンス力は視聴者の心をつかみ目を奪います。さらに白い衣装に身を包んだ彼らの姿はまるで夢の中から抜け出したように輝いています。岸くんのキュートな笑顔や彼らが繰り広げるダンスジェスチャーは視聴者の心を一層魅了しています。 また、番組中のユーモアや面白さも際立っています。彼らの自然な笑いやトークは、視聴者を楽しませるだけでなく、番組全体の雰囲気を明るくしています。彼らが心から楽しんでいる様子は、視聴者にも幸せな気持ちを与えてくれます。ナンバーアンダーライン愛の番組を通じて、彼らの魅力や才能を改めて感じることができました。 彼らは単なるアイドル以上のエンターテイナーであり、そのパフォーマンスは私たちの心を打ち震わせます。彼らの活躍を見るたびにファンとして誇りを感じずにはいられません。今後も彼らの活動から目が離せません。彼らの新たな挑戦や活動に期待が膨らみます。彼らの番組からは常に新しい驚きや感動が生まれることでしょう。 私たちファンは彼らと共に成長し、彼らの活動を心から応援していきます。30分弱の番組の中に、ナンバーアンダーライン愛の魅力が詰まっていて、息もつく間もなかった。久しぶりに本当に面白かった。彼らが面白くしようとしていないことが、またそれを面白くしている。彼らは本物のエンターテイナーだ。また、 番組内では、いくつかの驚きが待っていた。特に、白衣装でのパフォーマンスは圧倒的だった。彼らのダンスは見事で、私たちの心をつかんだ。今日のゴートは、本当に好きだ。ナイナイミュージックさん、ナンバーアンダーライン愛の出演のために、新しい企画を準備してくれて、本当にありがとう。これぞ最高の時間だった。最後に、 内内さんや関係者の皆さんに心から感謝の意を表します。彼らの番組は私たちにとって喜びと感動の源泉です。今後も彼らの活動がますます成功することを祈り応援し続けます。次回の番組に向けてますますの活躍を期待しています。彼らの魅力とパフォーマンスに心から魅了されることでしょう。さて、 あなたはナンバーアンダーライン I の番組でどんな瞬間が一番印象的だったでしょうか彼らのパフォーマンスやトークについてどんな感想をお持ちですかこれからも彼らの活躍に注目し応援し続けましょう。